やらせが発覚してしまったテレビ番組参戦。テラスハウス、複数の男女がシェアハウスで生活する様子を記録したリアリティ番組。以前から台本があるとの噂がありましたが、出演者の男性がトランポリンで木村花さんの胸を触れと無茶ぶりがあったと告発したり、木村花さんの母親はスタッフから花さんへ番組を盛り上げるための様々な指示があったと告発。花さんの自殺により番組は打ち切りになっています。世界の果てまで行ってくる。世界のありとあらゆる場所を舞台に体当たりで挑む冒険バラエティ番組。人気コーナー祭り企画のタイカリフラワー祭り、ラオス橋祭りが実際には存在しない祭りという事実が発覚し、打ち切りかと思われましたが BPO からの注意のみでセーフ。人気の番組かつ日テレにとって重要な時間帯の番組であるため打ち切りは逃れられたと言われています。ハックスあるある大事典。フジテレビ系列で放送されていた生活情報バラエティ番組、健康体などをテーマにした健康科学番組として一時期大人気の番組でしたが、納豆によるダイエット効果を取り上げた回にてデータの捏造が発覚。放送翌日各地のスーパーで納豆が売り切れるほどの大きな影響を与えたため反響も大きく番組は打ち切りになってしまいました。